「言葉に言ってくれるだけでいい」「黙っていてもいいんだよ」「僕のほころびぬえるのは同じ心の傷を持つお前のほかに誰もない」 そばにいてくれるだけでいい。そばにいてくれるだけでいい。泣きたいときもここで泣け。涙を拭くのは僕だから。同じ喜び知るものはお前の。 ほかにだれもないそばにいてくれるだけでいいそばにいてくれるだけでいい約束をしたあの日から遠くここまで来たふたり同じしらべをうたうのは お前の他に誰もないそばにいてくれるだけでいい。はい、こんばんは。今夜はね、フランク長屋さんのお前においました。さて、次ねね、奥様キャンプから帰ってきましたよ。うん。鳩の巣ガーデンキャンプ場から。なかなかよかったね、企画かね。一泊してね、帰ってきました。さて、今日もね、これから YouTube でライブ配信したいと思います。あれ、あそこはさ、さて、あれ。 鍵だったからね、電波入んなかったんでね、配信はなかったね。うん。じゃましょう。うん、配信具合、行くわ。早めだ、まだ六時前だけどね、早い時、早くやっちゃうね、さっぱりとね。うん。お腹もてたし。<laughs> 今日はね。オムレツ作ってみたもん、卵四つに、鍵入れてね。鍵オムレツ作ろうかなと思う。 二十一年九月の十六日日曜日が早いわんだ九月の十六日日曜日早いね 歌も楽しいや、登京気道、道でおしゃれで、ほがらかで。右のポッケにゃ夢がある、左のポッケにチュインガム。空を見たけえりゃ、ビルの屋根。 潜りたくなゃマンホール歌も楽しいや東京器道泣くも笑うものんびりと金は一つもなくてもフランス香水チョコレート空を見たけりゃ 昼の屋根潜りたくなりゃマンホール歌も楽しいや東京器の腕も自慢で喉自慢いつもスイングジャズの歌踊る踊りはギタバーバグ 空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマンホールはいこんばんは今夜ね登場ちっとございました2021年9月の26日日曜日の生存確認です今夜もねいつものように先がなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてますはいこんばんはだいぶないでしょうくさんどうもねきいちゃんどうもこたさんどうもね 田中さん、どうも。あ、いい。ケンさん、どうもね。今日はね、休みるか早めね。昨日はさ、キャンプ行ってたんでね。昨日、あれ、テンポ入らなかったからね、あそこね、谷だったんでね。あ、どうもね、無り帰ってきました。どうも。誰かってね、よかった、あそこ。鳩の巣ガーデン、キャンプっとか行って。あそこ、駅っていいね、鳩の巣駅ね。あろうからないけど。結構、本当に30分、20分ぐらい行けちゃう。んあそこ、近くていいよな。うん 千んこ、うん、いいね、ところでね。うん。まあ、すまい、こうか。うん。今夜ね、登場地図ね。歌も楽しいや、登場地図。生きでおしゃれで、ほがらかで。右のポッケにゃ夢がある。左のポッケにゃチューインガム。 空を見たけりゃ、ビルの屋根、潜りたくなりゃ、マンホール、歌も楽しいや。東京地う泣くも笑うも、のんびりと、金は一つもなくっても、 フランス香水チョコレート空を見たけりゃビルの屋根潜りたくないやマンホール歌も楽しいや東京地と腕も自慢でのと自慢 スイング、ジャズの歌、踊る踊りはギタバーバグ、空を見たけえりゃ、ビルの屋根、潜りたくなりマンホール。はい、プルさんどうもね。あ東京,京でしたじゃあ、次はこれ。 もっと遠くにキスインブルーヘーブン,ン,ブーヘーブン連れて行ってねダーリンビーズの波を空に飛ばして泳げないふりわざとしたのよ ちっとからかうはずだったのに抱きしめられて気が遠くなるキッシン・ブルーヘブン雲の反戦キッシン・ブルーヘブン乗せていってねだりん 教えてここはどこ私生きているの天国に手が届きそうな青癒やしの島愛してるって言わせたいから瞳をぎっと見つめたりして 誘惑されるポーズの裏で誘惑しているちょっと悪い子キス l ン e ル e ヘイブンもっと遠くにキス l ン e ル e ヘイブン連れて行ってねダーリン教えてここはどこ海の そこかしらねたいの花が招いているふたりだけの島 Kiss in Blue Haven e もっと遠くに Kiss in Blue Haven e 連れて行ってね darling はいちゃうねこれ今だ 今ったっのはね,のすねじゃあ次はこれいこうか。松田聖子ちゃん。うん、あどうもね。大和男さんどうもね。青い珊瑚賞もいいね。次、その前に今度これいこうか。ね、青い珊瑚ご賞か。 だったなあの子の、今思うとね松田聖子ちゃん、あの頃可愛かったね、うん、みんな若いうちか可いいんだよね本当に、ね今そう今ならわかるんだけど当時はわかんないけどさ今はわかんないからさ今思うとわかるよねあの頃可愛かった渡ちゃん、そんな思い込めて青いんごゴ礁もね「あ私の恋は南の風に乗って走るわ」あ「ああ 青い風来て走れあの島へあなたと会うたびにすべてを忘れてしまうのはしゃいだ私はレトロガール熱い胸聞こえるでしょう 肌にキラキラサンゴショウた人きりで流されてもいいのあなたが好きあー私の恋は南の風に乗って走るわああ青い風来て走れあの島へ 涙がこぼれるの優しい目をしてみないでムキムキ加減のリトル花びら触れてほしいの渚は恋のモスグリーン二人の頬が近づいてゆくのよあなたが好きあ 私の恋は、南の風に乗って走るわ。ああ、青い風、来て走れ、あの島へ。あどうも、パーさん、どうもね。どうもね。なんだう、コウギさん、どうも。はい。QIT さん、どうもね。うん。歌が嫌なんで、答えていいからね。どうもありがとうね。 どうもねご主さんじゃあ次はこれいこうか。今はちょっと青井さんごしょね。 夜明けの来ない夜はないさあなたがぽつり言う灯台の辰岬で暗い海を見ていた悩んだしもある悲しみに 吹きけそうな時もあなたがそこにいたから生きてこられた朝日が水平線から光の矢を放ち二人を包んでゆくの瑠璃色の地球泣き顔が微笑みに変わる 「瞬間の涙を世界中の人たちにそっと分けてあげたい」「争って傷つけあったり」「人は弱いものね」「だけど愛する力もきっとある」 はずガラスの海の向こうには広がりゆく銀河。地球という名の船の誰もが旅人。一つしかない私たちの星を守りたい。朝日が水平線から光の矢を放ち。 二人を包んでゆくの瑠璃色のシ球、瑠璃色のシ球、はい、これ瑠璃色のシ球ね。はい、どうもね。しました。どうもね。じゃあ今度この歌ね。どうもあうす、ね。じゃあ猿口さんどうもね。はい。ええー、赤やすいとびじゃあ一緒に。今度赤やすいとびね。うん。これだけどだし。 色の汽車に乗って海に連れていってよ。タバコの匂い出てこないね難しいね。なんだっけごめんなさい、なかだった返すときね出てこなかったのでしょうがないな。なんだっけ今度これいこうか。 ここれでこうかごめんなさい残らな方、カセルと見ね、んんこんなこうこか。ごめんなさいね。今、カセルだっただときの雑魚がたんじゃあ今度これなこりこが。すいしょの。 熱い砂つま先立ってあなたへと焼けた腕巻きつけるのよ背伸びしているみたい去年のように声上げてはしゃげない大人の恋ねゲームならルール決めましょう傷ついても傷つけても 恨みこなしよピンクのモーツァルトね感じてる神秘なサザ波のシンフォニーピンクのモーツァルトねもうきつねビッグウェブが砕けたら、はあ 華やかな9月潮風に張りついた絹のブラウススカートの裾を手に水と遊ぶの涼しげにうつむいた瞳の奥で色っぽい動きだけ計算してる塩辛いキスをしたでしょ濡れた砂に横たわった シオの時ピンクのモーツァルト。ねえ感じてる高まる胸のボディラートピンクのモーツァルト。 絵文字地でもじき、ね、揺れる音符が飛び散れば華やかな祝場ピンクのモースワルトね聞こえるわとちめくそうよ風をバイオリン ピンクのモーツァルト、ね、待っててね。心の弦が弾けたら、華やかな9月、はい。まさかなさん、どうもね、これはなんか赤いジルするルるーズビじゃなくてね、ピンクのモーツァルトね。じゃあ、今度これ行こうか。今日は早めで、ね、また今日は、昨日ちょっと休みでにね、奥多摩でキャンプ行ってきたんでね。うん 帰ってきました、ね、で明かまたあ明日からお仕事頑張りましょうね今度これかこれ行こうかやっぱ出雲のこの水入っ行きましょう青い山脈行こうかどうも 浜田さんどうもね、今度は青い山脈よ。若く明るい歌声に、なだれは消える花も咲く。青い山脈、雪は日桜。空の果て、今日も我らの夢を呼ぶ。古い浮気きをさようなら、寂しい夢をさようなら、青い山脈、薔薇色くへえ。 憧れの旅の乙女に鳥も鳴く雨に濡れてる焼け跡の名もない花もふふり仰ぐ青い山脈輝く峰の懐かしさ見れば涙がまた滲じむ父も指見た母も見た 旅木の果てのその果ての青い山脈緑の谷へ旅を行く若い我らに金がなるこれは青い山脈今度はこれ行こうか山脈作れ,ればこれだ今度 黄色いさくらんぼ行こうか黄色いさくらんぼ久々かな黄色いさくらんぼ星野さんのやつ確かねじゃ行こうかグハイボールもいいねじゃ今度ねまずねこれ行こうね黄色いさくらんぼ 若い娘は、うん。お色気ありそうで、うん。なさそうで、あはん。ありそうで、あはん。ほらほら、黄色いさくらんぼ。つまんでごらんよ、ワン。しゃぶってごらんよ、ツー。甘くて渋いよ、スリー。ワン、ツー、スリー。うん。黄色いさくらんぼ。 若い娘が、うっふん。三人揃えば、うっふん。ぺちゃくちゃ、あはん。ぺちゃくちゃ、あはん。コロコロ、黄色いさくらんぼ。お暑い話に、うん。おしゃれな話に、へえー。おいしい話に、は、ワン、ツー、スリー。うん。黄色いさくらんぼ。若い娘は、うっふん。 脈がありそうで、うん、なさそうで、あはん、ありそうで、あはん。なんだか、黄色いさくらんぼ。触っちゃ、いやいや、ワン。話ちゃいやいや、トゥ。ふざけて、すまして、スリー。ワン、スリー。うん、黄色いさくらんぼ。 白いサクランボコ今度さ、どうもね。今、う、日、ん、早い、ね、休みだから、ね、ために早くってことでさ。どうしても、ちょでも今日、キャンプ場だったからさ、十0時だんだんキャンプ場って言わて、翌朝は10時までしょだから出たの早かったんだね。ね、10頃の電車に乗って帰ってきたんでね。巻き上が着いたのがね、12時頃着いたかなそれで。時それで、洗い物とかやって、かこっち着いたのがね、十0時ぐらい着いた。 いや,いや,もういや登山だとさ遅くなっちゃうんだよね彼女ね知る過ぎにさたい下山区を聞るんだけどさそっからバスでとか電車で駅取って乗るとやっぱ6時6時だけど今日っ登山じゃないから早かったサブカンさんどうもね、うん、今度この歌行こうか今あったな今はっなキリのは桐生桜馬ね 今コントどうかなコントさっきコメントだったカバーこれからスれとピッてだし「春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ」「タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから」「なぜ知り合ったしから」「半年過ぎてもあなたって」 手も握らない I will follow you あなたについて行きたい I will follow you ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから心の岸辺に咲いた赤いスイートピー 4月の雨に降られて駅の便器で二人他に人影もなくて不意に気まずくなるなぜあなたが時計を嫌って と見るたび泣きそうな気分になるの I will follow you 翼の生えたブーツで I will follow you あなたと同じ青春走って行きたいの線路の脇のつぼみは 赤いスイートピー好きよ今日まであった誰より I will follow you あなたの生き方が好きこのまま帰れない帰れない心に春が来たしは赤いスイートピー、はい、コンツさんどうもね。浜田さんどうもね。あの頃のセグちゃん可愛かったね。 今なら思うね,ね。今なら、今,今の聖子ちゃんを見てわかるからさ。当時はわかんないもんね。今こうなっちゃうとはさ。本当あの頃の聖子ちゃんもう本当可愛かったね。うん、そんな思いを込めてまた聖子ちゃんの頃行こうかな。あの頃可愛かったな、本当。ね、みんな年取るとしょうがないよね。うん、辛くなっちゃってね,ね、うん。若いうちよくみんな可愛いようになのかな。しょうが、ん、ないね。 が生きるってことなんだよな。生きるにじゃ、本当に生きるってことは、おいを楽しまないとね。最後は、これいこうか、この最後は、松田聖子ちゃんの。 もうもうそろそろね、そろそろ、ね、行くからね、もうそろ。 懐かしい痛みだわずっと前に忘れていたでもあなたを見た時時間だけ後戻りしたの幸せと聞かないで嘘つくのは上手じゃない友達ならいるけどあんなには燃え上がれなくて なんか冬のモうみるね、これ。どう、こんにちは。じゃ、これ、洗濯ね、そうだ。これ、松本隆さんという人、あの、あれかな、作詞がね。松本隆さんで、最近よく聞くのね。まあ,あ、れ、ラジオのコマーシャルでさ。松、松、松本隆さんとか、これで。なんだっけ、あれ。よく聞くんで、ラジオで聞いてるとさ。松、松本隆さんのやつね。作詞のやつね。 坂んで有名なやついっぱいあるよねこの人の作詞ねあこれかあれあれもそうやない、ね、最近聞くの これからやるからね、ちょっと待ってて、今日の、今日の歌声を一緒に、しても、今日の、今日の歌声ね。今日、時間あるからさ、うん。歌がなと来なくていいからね、歌いたいように歌ってますんで、どうもありがとうね。今度はこれ行こうからね、どうもありがとうね。また明日からお仕事頑張りましょう。お洗濯終わった。あれ いやこれでいいやこれでこれいこうか本の今ちょ日最後はこの話見ようかあの子のやつ男の子2人組のやつ行こうまとも隆さんの作詞の男の子2人組といえばこれだねガラスの少年か可愛かったなあの子たちねガラスの少年か大丈か 雨が踊るバストップ君は誰かに抱かれた抱きつく抱つくむ僕のこと見ないふりした指に叱る指はそんな小さな宝石で未来ごと売り渡す君が悲しい僕の心は 言われたビーださ覗き込めば君が逆さまに映る Stay with me ガラスの少年機大のカケラが胸へと突き刺さる <laughs> 歩道の空き缶蹴飛ばしバスの窓の君に背を向ける 医学館の椅子でキスを夢中でしたね。唇が腫れるほどささやきあった。絹のような髪に僕の知らないコロン。振られると予感したよ、そゆきの町。嘘をつくとき。ババタをする君が、する癖が。 奥離れてゆく愛を教えてた Stay with me ガラスの少年時代よ思い出たきだけ横にいるよ痛みがあるから輝く青い石がちらり駆け抜ける 僕の心はしびわれたビーださ。覗き込めば君が逆さまに映る。<laughs> Stay with me ガラスの少年時代よ。思い出滝だけ横切るよ。痛みがあるから輝く青いしびがきらり。 水味ガラスの少年嫌大のかけらが胸へと突き刺さる何かが終わって始まる雲が切れて僕を照らし出す君だけを愛してたそうよ、うん、ケイさんどうもね。飲んで、ね、これが飲むんですよ、もうこれね。158cm、うん、これがガラスの少年ね。

人生クみなしを行きましょうが最後は人生クみなし鏡に映る我が顔にグラスを上げて乾杯をたった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ 長かろうと短かろうと我が人生に悔いはないこの世に歌があればこそこらえた涙いくたびか親にもらった体一つで戦い続けた気持ちをさ だろうとしだりだろうと我が人生に悔いはない桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ順で行こうぜ愛で行こうぜ生きてる限りは青春だ 夢だろうと、うつつだろうと、我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。はい、どうもね。体重と言わない、どうもね、うん。これから食べるんだよ、これからね。今日も用意するんだよ、食べこれから。これから食べそうよね。うん そうちょうじゃあ今日のおやつお湯入行こうかなそのまえさっき一杯と一飲んでから行こうか今日はまず飲み物持ってくるの今夜はねじゃあ今夜の飲み物持ってきますいいかなこの辺で今夜の飲み物行こう ハイボールのもうかな、ハイボール。いつも通りか。な <laughs> はい。ちょ、ハイボール行きます。じゃあ、別に、締密になくて大体想像つくと思うんで、言わ、うん、ないわ、だから。うん。じゃあ行こうか。<laughs> これきよ。どうも。あ、どうもね、ソラさん、どうもね。も可愛いな、まだね、女のる子は。は可愛いよね。うん。可愛い,いかったな。うん いろいろそ,のあそうだそう、さっき今日ね、爆笑問題のライトを聞いてたらさ、女の子が出たんだけど、なんか、ふんどしする女の子の話ね。いろんなことを想像しちゃったね、あれね、うん。今の女の子がふんどしするみたいで、今じゃないかもう。宮沢桐ちゃんい随分前にふんどしし写真出したもんな、あれ、うん。いろいろ考えちゃったよ。ふんどしすげたの女の子ね。あ,あ、乾杯。うん、ね、ライトに出たのよね、そんなおん、そんな女の子がね。不倫なアナウンサーの女の子で。 ふんどしをしてるっていうもの,なのかもなんか、ああ、乾杯。あれが本当に印象深いかったし、あの、ラジ今日の番組の中で。<laughs> 女性のふんどし姿。<laughs> ね <laughs> いろんな夢が膨らんじゃったよね。あどうもねう。昔からね、だから宮沢純ちゃんもう、もう何も、30年以上前だもんね、あれ、ふんどしで、ね、言う話題だったのね。あれあ,れあれ、もう、もうそ最近のことじゃないよね。 女の子がお、ね、もりをつくろうと思っておもりでおもりでもりでおもりで新聞りで <laughs> 今日はね、おもりもケでピーさんどももね清水もんどうも今日はねあオムレツを作ろうと思ってオムレツ。今日もりでお 今日はね、オムレツを作ろうと思って、まだ卵はろうか。卵4つを使ってオムレツ今日は卵4つ使うね、卵。卵4つ。1個。2個。3個。おはたっぷり。珍しいね、中に。ね、卵。 塩をちょっと入れようか塩をちょっとここにね塩をちょこっとこのぐらい,ぐらい適当にこの段階はよく適当にねするようにね 白いの取らない、うん、まあ混ぜるだけね <laughs> これ今日の具材はねこれでしょ <laughs> カニスティックを入れようと思ってカニカニオムレツカニオムレツを作るこれこれで入れちゃうか一馬さんのやつこれ

入れます。このまんま、全部。切らないよ、干さない。そうそう、今日のお夕飯カニオムレツ。卵四つに塩入れ、ちょっと溶いた、混ぜた後、カニを入れます。市松さんのカニ風味のやつね。僕さらくもう仇用で味わおうと思ってね、今日はこれ。 カギの食感を出して食べようとしてたぶん楽しもうと思ってたっぷり全部入れちゃう卵四つにそうも全部入れちゃうようん全部これ全部だで適当に混ぜる ほぐす多少崩れてもいいけど僕の方が崩さないでじゃあこれで適当にムレ作ってくんね大盛り作ってくるじゃあフライパン温めてくるじゃあ一杯飲もうか今日ハイボールを飲みながらね

カニオムレツね。今日カニオムレツ。カニオムレツで行こうかな。ふわふわのオムレツ上、はい。卵四つたっぷり。うん。どうもう。うん。あ、今でも。 卵と貝だけで、あと塩だけで。うん。うん。うん。おんいいやん。うん。卵四つだからね、うん。うまい。これ卵四つ使うとね。うん。うん このままちょっとちょっと前ラジオでさカニカマのね、タンパク質は量種だって言ってたんでね、それで。あ,あマヨネーズ入れてもいいね、中にマヨネーズ入れてもいいね。<うん S 1> 動画見るとやってる人もんね、卵の中にオムレ土ね、焼く前にね。マヨネーズ買ってないんだよな。 うまい。ハイボール。あ、清水さん、でも乾杯ね。今日はハイボールだよ。ね、でもね、乾杯、でもね。もう夜焼けばよかったかな。まあ、こんぐらいでもいいかな。 何な,ないってどうも。きのさんどうも美味しいよ、うんはい。あっという間ですねあっという間。今日はね、かにオムレツ。かに風味のかまぼこをねた、たっぷり入れて卵にね、卵4つ分で、うん。美味しいよ。焼きたておいしいんだみんなね。うん ね、うん、ねうん、これ卵4ってあるからねげがすごいよね卵を使ってからさ鍵は一パック使って卵か贅沢みたいよねこれは。

驚いた、あれ、ほんと。いもう、よかった、いつの間にかね、ヤフー、ヤフー、ヤフーのオークションね。よかった、あれ。停止中だといいで、僕のアカウントね。いつの間にか直ってたね、ヤフーオークションね。なぜか分かんないけど、ちょっとずっとなんか何来たか分かんないけど、停止中だったとき、今日見たらね、なってたね。うん、嬉しかったな。つまれないだよ、よ、うん。 そう久々手の手を使ってねあれ。あれでもいいね。でも雨降っちゃったからね、夜ね。こ雨降らないとき行きたいね、あそこ、そういったキャンプ場。ね。うん、鳩の巣、ガーデンキャンプ場。雨降っちゃったからな、あれ。もうできなかったな。ね、しょうがないね。あそこ、自家火で結構から別に焚き火を持っていかなくてもいいんだもんな。だからいいよ、手軽で。 じゃないですよ。うん、安いやつ。今日、テントなんでこのテント泊って楽しいよなって考えたと、だから一日以上休むとき嬉しいんだよね。でも天候あるとね、今回ね、でもうんも、もうちょっと雲行が強いと思ったら結構昨日雨降ったんだからね、あの。 後のサブなど、あの辺ねもうちょっと曇りかきかなと思った、ね、でも今日はこれで先日いいや、また明日まで食べっからさどうもありがとうね、今日はこの辺でね、うん、早めにね、また明日からね、お仕事頑張りましょうね なかったら大丈夫よ <laughs> これから寒くなんだ、まあお二まあたりで寒いのはね、やっぱ一番寒い、2月が一番寒いんだ。いろいろやってみると、2月。2月の天体が一番寒いと思う、二月、うん。冬って言ってもさ、12月、11月はまだ冬の入り口って感じなんで、一番寒いのはね、1月から2月にかけて、あれが寒い、うん、一番寒い。だから年末年始の年越しなんかもね、 奥多摩、こうやって何度もしてるけど、その方じゃないんだ。一番最後の 2, 2月だから。ああ、工事がどうなくなったよ。うん。おそらはわかんないんだけど、あ、どうも。バッドさんどうもね。今日はね、オムレツとね、ハイボールでした。おいしくいただきました。うん、どうもね。今日最後はこの歌で締めようか。今夜の最後はこの歌で。おなじみ、この歌で締めるね。 最後の歌よ今夜どうもあ,ありがとうございますねうん今夜の最後の歌グレーのハウェイバー行こうかやわらかな風が吹くこの場所で今ふたりゆっくりと歩きだす 「全の出愛い分れすべてこの星で生まれて」「すれ違うだけの人もいたね分かり合えないままに慣れない街の届かぬ夢に迷いそうな時にも」「暗闇を駆け抜ける勇気をくれたのはあなたでした」 絶え間なく注ぐ愛の名を「永遠」と呼ぶことができたなら言葉では伝えることがどうしてもできなかった「愛しさの意味を知る」「あなたを幸せにしたい」「胸に宿る未来図を悲しみの涙に濡らさぬよう紡ぎ合い生きてる」 愛の始まりに心戸惑い背を向けた夏の午後今思えば頼りなく揺れてた若すぎた日々の罪それでもどんなに離れていてもあなたを感じてるよ今度戻ったら一緒に暮らそうやっぱり二人がいいねいつも 孤独を背負う人々の群れにたずんでいたうううううう心寄せる場所を探してた出会うのが遅すぎたねと泣き出した夜もある2人の遠回りさえ人知らの銀生。気づけたあなたに今告げよう誰よりも愛してると絶え間なく注ぐ愛の名を 永遠と呼ぶことができたなら言葉では伝えることがどうしてもできなかった優しさの異名を知るこうした詩の胸騒ぎを何げな,ない週末を幼さ,さの残るその声を強い眼差しをあなたを彩るすべてを抱きしめてゆっくりと歩きだす やわらかな風が吹くこの場所で赤赤ラですよ。うん、どうもね。ハウエイバーでした。どうもありがとうね。また明日ね。おやすみなさい。どうもね。いいから、また明日ね。おやすみなさい。またね、今日は早めに。昨日はさ、あれ、キャンプー機が全、ね、部入らなかったらできなかったからね。おやすみなさいね。またまた明日。 じゃあ、これで終わるね。またね。ありがとうね、皆さんね。おなさい。またね。あ、きーちゃん、どうもね。じゃあ、ここで終わらす。行こうか。最後は、この日これで締めようか。いつものこれで。この歌で締めようか。最後は、この歌で。 も小さんどうもね。もう一本飲まない予算があるからさ。ね、ごめんね。うん、でもじゃあ、またおやすみさ,ん小さんありがとう。<laughs> じゃあ、最後ではこれ、いつものおなぎにこの歌りで見たいと思います。は <laughs> 行りの歌も歌えなくて、ダサいはずのこの俺。お前と離れ、一年が過ぎ。 いい男になったつもりがそれでもこの年まで俺が育てた裸の心はおしゃれをしても車変えても結局変化もないまま早く忘れるはずのありふれた別れを あの時のメロディーが思い出させるシングルベッドで夢とお前抱いてた頃くだらないことだって二人で笑えたね今夜の風の香りはあの頃と同じで 次の恋でもしてりゃ辛くないのによ夜明けみたいな始まりが2年も続いたあの恋初めてお前へん抱いた夜ほら俺の方が震えてたね恋は石ころよりも溢れてると 思ってた。なのにダイヤモンドより見つけられない。シングルベッドで二人。涙拭いてた頃。同期から別れ話するかかけてた。あの頃に戻れるなら。 お前を離さないヒングルベッドで夢とお前抱いてた頃くだらないことだって二人で笑えたね 今夜の風の香りはあの頃と同じで次の恋でもしてりゃあー辛くないのにどうもね、あ、浜田さんどうもね、じゃあアンコール行こうか、ジャバンスモア行きます。コメントがあったんでね、ジャバンスモア行くね。シングルベッド。いいね、この歌ね。流行りの歌も歌えなくて ダサいはずの、のこ俺、「お前と離れ一年が過ぎいい男になったつもりがそれでもこの年まで俺が育てた裸の心はおしゃれをしても車変えても結局変化もないまま」 早く忘れるはずのありふれた別れをあの時のメロディーが思い出させるシングルベットで夢と お前抱いてた頃くだらないことだって二人で笑えたね今夜の風の香りはあの頃と同じで次の恋でも知ってりゃ辛くないのに夜道みたいな始まりが2年も続いたあの恋 初めてお前だいたい夜ほら俺の方が震えてたね恋は石ころよりも溢れてると思ってたなのにダイヤモンドより見つけられないシングルベッドで二人涙拭いてた頃 どっちから別れ話するかかけてたあの頃に戻れるならおまえを離さないシングルベッドで夢とおまえ抱いてた頃 くだらないことだって二人で笑えたね今夜の風の香りはあの頃と同じで次の恋でもしてりゃあつらくないのにあっちいちゃんあっちいちゃんどうもねじゃあ今夜この辺でね最後はね シングルベッドでしたでて、またおやすみなさね。今日もね、また来たね。アンコールか、アンコールのやりだから。ハイボールもアンコールしようかな。今度ハイボールの方のアンコールもてこよかな。今度ハンボール、ハイボールアンコールで飲みたいと思います。持ってこようかい、ハイボール。 いやアンコールに答えて、二本目持ってきた、珍しく今度はね、シークワーサーの方から、あのじゃ、のもうからじゃあ、アンコールのラスト一本は一本もなじみシーク、はい、宝のやつで、これ、シークワーサー 宝のこれはさ、カレでいいよね、ちょっとね。黄金色でね。はい、乾杯。はあ、乾杯。あ、はあ、これ5 0二本,本だ。キャンプではさ、354本飲んだからね。あれより少ないんだよ。あなた、酒やそうよ。 354本のほかにあれ500の日本人っぽだからねそのほうが飛んでるからなあれ、うん、でもあのあとの数ガーデンチャンプなんかよく僕はいいと思うよあれあれグーグルマップのとこのコメント見るとさあんまいいって コメント多いけどさあれはさ車でさ楽に乗りつけていけるチャンピオンと比べてんだと思うよあれ、うん、僕みたいにもともとさ月川荘まで歩くの考えたら全然違うもんね月川荘はさラ,ランズナイトか歩いて行きたいか,かかるんだけどハとノスのあそこはさほんと20分ぐらいで行けたい2 0分もれば行きたいからね、まあ、駅その駅がちょっとローカルだけどさ そっちに行ったから、ね、うん、街持ってるし別に、うん、担いでけばいいんだ。ハトノスは本当、ローカルだから、あそこ駅、駅周辺に買い物する場所ねえんで、ね、うんうん。だからね、前もって買う、それぐらいで、でもそれは、ね、うん。車で楽なキャンプとか行ってる人は、っていだろうねもともと。もともと電車通報でやってる人は、そのほど辛くはないと思う、あそこ。駅から近いもんな、あそこ。 マトかバイクで気軽に行ってさ洗濯してる人,人にとってはさハトノスガーデンはさつらいだろうけどさうそうじゃないからあれ満足してるよかったそこね<ん>キャンプ場として行ったら一番最初は月川村で月川村に2回続けて行ってそのあと行ったらし川キャンプ場でキャンプ場絡みではそれぐらいがあとあとは公園の都,営都立の公園の 若,若すとか城南島行って、あと、千葉の県営公園の2つ公園の,のキャンプ場。キャンプ場って言ってるけど、あと無料あと無料だもんな。うん、そんな感じ。よかった。熊出ないやつ、失礼。あれね、標高300ぐらいは普通の町長だもん、どうん熊出るほど山じゃないから大丈夫。山じゃないんで。 全然やばいほん本ほんと駅からうち2030分とかのカゃプリドだから <laughs> じゃあお母さんどうもねって感じで、ね、これでいいかなうんしょんなことかケチョブしたかっただけなんだ 奥屋行,行くようになったのも奥多摩小屋があったからね奥多摩小屋のテントバあそこで洗濯機をするのが目的行くようになった面白いもんでねでも今ないからさなくてもねうんお金でやっていからね面白いもんでまだそれでもまだ四十六だからさアマゾンでもかヤフーとかアマゾンで大体そうです大体うん リアルのお店で買ったものないですね。本当ね。そういう、そういう店行かない。ないの、あるの知らない。リアル買ないです。うん、全部ネッ熱買ってる。ヤフーの方が多いかもしれない。ヤバだ。もう、ちょっと休みだから、松本さんとかもね。うん。 アマゾン、アマゾンはね、それぞれ、それぞれいいから使い分けてる、アマゾンと。うん、アマゾンはセブンイレブン使えない、アマゾンとね、相性悪いみたいな、ね、アマゾンはね。うん、だからそんなこともある。よか、うん、ったな。さん、どうもね。田中さん、どうもね。今日はね、 カニのオムレツと、ね、ハイボールでしたまあ食べ終わったけどね、今日ハイボール2本目なので、もう早いからさ、今日はね。キャンプ行ったよ、ね、今日はね、なんとも言った鳩ノースの駅の近くの鳩ノースガーデンキャンプー場ってどこ行きました。もう食べ終わったね、カニ,カカニ入りのオムレツでハイボール。 今日今回雨だったからさ、昨日夜とかね。うん、思った時、小麦がなかったら意外と雨降ったんでね。雨降るのでって、これから冬場はね、あんま乾燥が多いで雨が少ないんでね、これ行ってみたいね。あそこ年も夢中みたいだからいいな。どういったキャンプ場今日この夜雨降ってきたからさ。あんま立ち火の時に楽しめなかった。なんか、か、か、略してカニって言ってんの。鍵かまぼく、鍵風かまぼこの、 逆して鍵ね。分かったかなうん。そうよ。逆、うん、して鍵って言ってるの。でも、あれでも鍵の液質入ってからね。鍵風味んかまぼこは。もういいだから、鍵の風味とか味わえるよ。うん。どっちもさ、鍵だとしょせん白身の、白身の魚介類だからね。うん。そうよ。そういうことよ。うん。実際は、うん。 カニよりもカニ風味カまぼコのいいところはね、食べやすいのがいいよな。カニはさ、身を出すだけでもさ、すごい大変だもんね。あれを考えたら、市まさんとかもいいよね、手軽でね。今はもう大丈夫よ。も虫,よ虫より寒さたやつかもしれない。 夏らはシャンプーいいか洗濯がいいよ、ほんと。夏場はさ、暇長いって言うといいのはさ、いいんだけどさ。でもそれだけで、天候崩れやすいからね、一緒に雨降ったりさ、せきも発達して。冬場はそういうこと、夏場のようにさ、急激にさ、雲が発達してさ、大雨とか、少ないからさ、そ,その点もまあ冬場のアウトドアはいいよ。 もうあよりね、普通の女の子のおもの穴がいいんだ、僕。男の子のお尻の穴にね、普通にね、年頃の女性のね、おもちゃ込みたいんだよね。うん、可愛いくにね、うん。もうそういうの。一人一泊1,500円。まあよくある。そんなもんどこ男もっても。1,500円、そんなもんよ、あれ。市川ジャンプ場も月川さんが一泊選択洗濯1,000円ちょいだからね、変わんないです。 そんなもすでに600円なのはさ、公立の公園だからキャンプオンね、普通公園とか若洲とか、城南寺もあれだっ泊600円。ど,どれも、だい決まってんのは本当そうよ。千葉県立の普通公園、キャンプ場ンはまっ百600円だからね、一泊ね。ととと都立の公園の若狭とか浄南寺も600円。今はコロナの影響で使えないけどさ。なんかそう若い子、た僕の時そう言うじゃね 女の子ならいいです、ばあさんがなくて。ばあ、うん、さんはいいです。お,お湯づけします。うん、あれは分かんないね、僕も行かなかった。僕、テン行かなかったから。うん、多分それは止まれないとは思うあれ見た感じね分かんないね。いろいろね、うん、できないと止まれないと止まれるような感じがなかったね。うん トイレやっぱいいよ、やっぱ。やっぱ、標高300メートル、そのままの山じゃないから、普通に数千トイレなんで。奥多摩小屋知ってる人、わ分かると、奥多摩小屋の、知ってる人はかるとあ、あのトイレから比べたい、まあ、比べらんだけど、あるトイレは全然いいよ、あ奥多摩小屋は山の中だからな。奥多摩小屋はもうなくなっちゃったけどさ、標高1800のね、山小屋の,程度のトイレなんでね、あれと比べたら、あれより全然いいから、ほ、うん普通に数千トイレで。 普通にだってそんな虫はいいなってでしょ駅から歩いて20分ぐらいだからさ2030分なんで標高は川の来てそんな虫はいないないですよ、うん、童貞ですよ童貞うん一つきりはできないからどうせ一つきりはいいです天狗って言えばさ 男性はみんな天狗みたいなもんよ、ね。男はみんなよく言うじゃん。男はみんな天狗みたいなもんだってさ。ね。<laughs> いいよね、よくね。<laughs> 男,男はみんなかはいに天狗の花,花みたいなものをついてるからさ。男はみんな天狗みたいなもんだってよく言うよね。うん、天狗といえば。あ長鳥もいいけどね、そこはなかなか回らなくてね。うん よく言天狗といえばさよく言うよ。男はみんな天狗みたいなもんだってね。下半身にね、天狗みたいなもんっくっついてるからさ。ああ、よく言うよ、ほんと。下半身の天狗ね、そう女の子に突っ,込める突っ込むやつのことよ。<laughs> おばたちの突っ込めやつ。あれがないと突っ込めないからさ。うん 今日はこの辺でまたね、また明日。うん。長とって言ったら、だよね、あそこ。埼玉の方だと僕1回は、1回から2回行ったことあるわね。埼玉群馬寄りの、小滝小屋の、で、テント箱ある。小滝小屋ね。またね。 松本さん、ピノちゃんか。松本さん、どうもね。最後じゃ、もうこれでおしまい、また明日ね。うん。じゃあこの辺で終わりよ。ありがとうね。最後に何ぎサネヤさん、どうも。結局。うん、今日はこれでおしまいね。もう散々歌ってっからさ。うん、おばあさ本もう、またね、おやすみなさい。気がないからさ。 誰らさ、誰かさ、誰かやんねえからさ、生でいいやっても生き時間ぐらいで決めてんね僕。だから続くんですよ、僕。こんなもんで金儲けしないって思ってるかわりにね、なぜか続けたやから。女の子にいいね。僕、尻穴はダメ、僕。女の子のおもだな穴がいいんですと。年頃の女の子のおもだな穴。でまたね、<laughs> 僕、尻穴はさ、 どうせあいだ。僕、どうせあいじゃないんで。若い女の子がいいんです。ね、若い子がいい。うん。いやだちゃん、おいちゃんとかさ、あの辺ね、でもまたね。また明日ありがとうね。生きてたらね、また明日ね、皆さんどうもありがとう。なかったら死んだと思っていいよ。じゃあ、今日はこの辺でおやすみなさいね。 男の子がいいんだ僕年頃の女の子ねよくいたらねマキクス・リホワちゃんとかあの辺かわいい子ででまたね女の子がいいんだ僕男の子が嫌だ僕女の子がいいよ若い子 マキトリフォちゃんとかさ、可愛くいるよね。ああいう女の子いいな。よく言えばさ、その辺の女の子ね。うん、本当だよ、男のくせして男の子。僕には考えらんないね、今。今、メディアを見てたり、聞いたりしてるとさ、同性愛があるけどさ、考えらんな、ね、い、僕には。なぜ <laughs> そうなんだろう、ほんと。若い女の子にいいに決まってんじゃねえか、ほんと。ほんとそうだよ。 町原さんもさ、あんなにいい曲書くとき、どうしてどうせやるんだろうな、あれ。考えられないな、ほんとな。あれでそんな思うこと、ちょうど最後はもうこれで終わろうから。上を向いて歩こう。上を向いて歩こう。 涙がこぼれないように思い出す春の詩一人ぼっちの夜上を向いて歩こう滲んだ星を数えて思い出す 夏の日一人ぼっちの夜幸せは雲の上に幸せは空の上に上を向いて歩こう涙がこぼれないように 泣きながら歩くしとりぼっちの夜思い出す秋のししとりぼっちの夜悲しみは星の影に悲しみは月の影に上を向いて歩こう 涙がこぼれないように泣きながら歩くひとりぼっちの夜ではまた今日はこの辺でおやすみなさい。また明日ね。